はい、ひよこるです。海猫の中からに続きからやっていきたいと思います。いつもテンション違う。鍵が開く音、そしてゆっくりとノブをひねり扉をゆっくりと開けていく。なになに、その隙間から明かりが漏れてきた。在室している、それとも電気の消し忘れ。ガチャ。ここ、炉の上さんの心情だよね。それはドアチェーンを引っ張る音だった。チェーンがかけられていたのだ。チェーンは外からかけられないものだ。それは同時に、材質も示す。部屋の中からは、テレビの音声も漏れ聞こえた。明かり、チェーン、そしてテレビ。それらが示すのは、明らかな材質なのだが、気配がない。源氏は扉の隙間より再びエヴァを呼んだ。だが返事はなかった。源氏様、いかがしますか。いかがしましょう。使用人たちはその職務上、屋敷内のほとんどの施錠を開けることができる。しかし、チェーンを開ける術は持たない。このチェーンを開けるには、切断するしかない。それは、使用人が通常の業務の中で、許されたことでは断じてない。そうだね。すでに不気味なおかんが二人の背中を駆け上ってきた。カノンは再び息を殺し、室内の気配を伺うが、それでも誰の気配も感じることができなかった。私は奥様をお呼びしてくる。カノンチェーンの切断。切断しますか。はい。開けろ。デトロイト死刑だ。切断する工具を取りに慌ててかけていくカノンを源氏が呼び止める。待てカノン、厨房に戻り熊沢と行動する。ああなるほど、一人で行動しないように。断じて一人で行動してはならんぞ。はい、奥様から言われてますしね。かしこまりました。カノンはこの研究自体に何を面倒なことをと思ったようだった。だがそれは、源氏の用心深さゆえのことだった。それは間違ってないです。そうだね、自分は一人になっちゃうからね。自分はどうなると構わない。しかし、カノンには、万が一のことがあってほしくなかった。よそすい。大人。厨房には、配膳台車に食事を積み込んでいる熊沢と、起死回生の追手がようやく思いついたらしく、それを見せたくて源氏の会議を待っていた南條がいた。だが、戻ってきた源氏の様子がおかしいことにすぐ気づく。おや、どうしましたか、源氏さん。南條先生。大変だ。申し訳ありませんが、この勝負は一度中断させてください。カノンはチェーンを頼む。熊沢、食事の配膳は一時中断し、カノンと同行するよう。私は奥様のところへ行く。南條先生、ご一緒に。何かあったんですかな。源氏は事情の飲み込めないまま事情の飲み込めないままの南條を連れ足早に出ていく。熊沢さん、申し訳ありませんが僕と一緒に来てください。何があったんですか、カノンさん。説明を取れ。熊沢も南條同様、事情が飲み込めず全く同じことを口にしながら廊下へ飛び出ていくカノンの背中を追うのだった。カノンは熊沢を伴い倉庫へ行き、工具箱や壁いっぱいにかけられた物の中からチェーンの切断に使えそうな工具を物色する。何を探してるんですか。私も手伝いますよ。ドアチェーンを切断するんです。大きめの番線カッターはどこだっけ。ドアチェーンを、どうしてそんなことをするんですか。そう戸惑う。エヴァ様たちのお部屋にチェーンが、中にいらっしゃるはずなのに、お声をかけても返事がないんです。熊沢はチェーンを切ることとエヴァたちの返事がないことを結びつけるのに若干の時間を要したが、切迫した時代であることを理解した。これなら多分。カノンは壁にかけてあった大型の番線カッターを手に取る。カッターという名だが、形状は大型のペンチといった方が分かりやすい。指を容易に切断しまえる危険な工具だと注意された記憶は蘇る。
カノンはそれを持ち階段を駆け上がっていく。もう直感していた。1分1秒争って開けた方がいい。あるいはもう待ってください。カノンさん急いでるんです。早く。でもおばあお年寄りにはきついよ。ようやくマサは追いつき、両膝に手をついてぜいぜいと息をする。カノンは番宣カッターを持ち直し扉を見上げた時、あっと絶句した。どうした。おお、また血の。何これ。なんですかこれは。お、さっき見た時あった。顔面を蒼白にして熊沢が力なく叫ぶ。無理もない。なぜならそこには、扉には、あの、バラテイヤの倉庫のシャッターに書かれていた魔法陣のように、血のような塗料で、また不気味な図形が描かれていたからだ。もっとも、今度のものを魔法陣と呼んでいいのかは怪しい。そうね、陣じゃないね、縁じゃないね。なぜならそれは、魔法陣と聞いて、一般人が想像するような円の内側に図形が書かれたものではなく、もう少し幾何学的な図形が描かれていたからだ。しかしその図形の隙間に書き込まれたアルファベットとは、アルファベットとは異なる機械の文字は紛れもなく、あのシャッターの魔法陣と同じもの。しかしカノンが絶句しているのは、この魔法陣の不気味さだけではない。こんなものは、さっきはなかったのだ。やっぱり。わあ。厨房に一度戻った。それから倉庫に工具を取りに行き、そのままここへ直行した。時間に直しても5分も経っていないはずだ。その間に、こんな不気味なものが書き加えられているなんて。それらは本当に今さっき描かれたものらしく、まるで扉が生きて血を流すかのように、だらりだらりと、滴り落ちて、不気味な垂直な赤い筋を下に伸ばしていく。うわぁ、また、機械な。熊沢は腰を抜かし、その場にへたり込む。もし熊沢が先にそうしなかったら、カノンもそうしたかったに違いない。ベアトリーチェ、様。ベアトリーチェ様の仕業ですよ。恐ろしや恐ろしや。これには何の意味が。カノンは唾を飲み込ん失礼しました。カノンは唾を飲み込んでから番宣カッターを構えて扉に近づく。不気味な魔法陣に近づきたくなんかないし、滴り落ちている不気味な血のようなものに触りたくもない。触れたくもない。だが近づかなければチェーンは切断できないのだ。悪寒に耐えながらもう一度唾を飲み込み、意を消してからさらに近づいて番宣カッターをチェーンに当てる。そして渾身の力で絞るとチェーンは想像していたよりもはるかにあっさりと切断された。切断されたチェーンは左右に分かれ、チャリチャリと音を立てながらまだ揺れ続けている。カノンさん、足元に封筒。わあ、また封筒が。これは親方様のもの。熊さんは扉の下の両型封筒に気づいたようだった。そして風呂が当主の指輪で刻印が打たれていることにも。カノンは封筒の中身を改めるのと部屋の中を確認するのと、どっちが先か一瞬だけ迷ったが、自分の本来の目的を最優先することにした。カノンはポケットからハンカチを取り出す。自分の指紋を扉に残さない工夫だった。もしも、最悪な予想が当たっていたなら、この部屋も警察が調べることになる。いらっしゃいますか?もしもーし。扉をゆっくりと押し開ける。部屋の中から漏れていたテレビの音声がより一層わかるようになる。エヴァ様。わあ、いるんや。ベッドの上に仰向けになっているエヴァの姿があった。靴を履いたまま
ベッドに。後からカノンの背中に隠れながら、恐る恐る入ってきた熊沢が、そのエヴァを見て、ヒーと再び短い悲鳴を上げる。カノンは、エヴァの靴が最初に目に入ったので、土足でベッドにいる違和感が先に頭に入ったが、そのまま視線をエヴァの頭の方へずらしていったとき、カノンも、同じように短い悲鳴を口にせざるを得なかった。エヴァの眉間からまっすぐに何かが置いてある。生えている。違う。眉間にまっすぐと古風なナイフのような凶器が突き立てられている。秀吉王子様、突き立てられていた根元から血が滴り落ち、向こう側のシーツを真っ赤に濡らしていた。熊沢は再び腰を抜かして床にへたり込む。口をパクパクとさせるが、悲鳴をこぼすこともできなかった。エヴァは眉間に何かの凶器を打ち込まれ絶命していた。あら、違う。ってことは、ここは更新される。ベッドの上で下にアイスピック状の凶器を突き出された状態で発見。人間に殺せるわけがないよ。で、秀吉さんは、両目はカット見開き、自分を殺した相手を確かにその目に焼き付けたのだろうが、それを伝える口はすでに永遠に閉ざされていた。一番見たくないはずの眉間にどうしても目が行ってしまう。そこには凶器がエヴァの眉間から直立するように刺さっている。その絵の部分には単なる工具では考えられないような複雑な衣装がされていた。それは一言で言えばオカルト的、何かの悪魔をデザインしたかのような悪趣味なものだった。秀吉様は盛り上がってまいりました。あれ、俺不謹慎すぎ、よくないかな。エヴァの姿はベッドの上にあったが、もう一つのベッドは空っぽだった。あら、秀吉はどこに。腰を抜かして放心している熊沢を尻目に、念のためバスルームを確認する。ああ、その扉を開けた途端に湯気とシャワーの音が迎えた。バスルームはホテル等で馴染み深いバストイレの一体型だった。シャワーを浴びるときは防水のカーテンで水が飛ばないように仕切って使用する。おっと、その防水鑑定カーテンが半分開かれていて、そこには全裸の秀吉が両目を見開いたままバスタブの中に崩れ落ちていて、また眉間にぶっ刺さってる。その目はカノンと真正面から向かい合っていた。怖い。眉間にはエヴァと同じく悪魔を思わせるデザインの凶器が打ち込まれている。頭部はずっと温水シャワーを浴びっぱなしだったせいで、エヴァのように顔の半分を血で汚しているということはなかったが、シャワーを浴びたまま絶命する姿はあまりに悲惨だった。うわぁ、見なくていいんだけど。人にアイスピック状の凶器を突き出された状態の発見。チェーンの隙間から誰も見ない。見えないよ。見えないし、届かない。ねえ、人間なんどうやって殺す？キヒヒヒヒヒ。誰お前。その時、廊下から、夏希の声が聞こえた。源氏と一緒にやってきたのだろう。またしてもこのような落書きが。この手紙は、中には何と。いや、まだ読んでおりません。うかつに触らん方がいいですな。犯人の指紋が残ったかもしれない。いやー、どうでしょう。警察に渡した方がいい。わざわざ手紙を残すくらいです。どうせ指紋など残っています。そうでしょう。夏日はそう言い切れと封筒を拾い上げるのだった。そして中身を改める前に自らも部屋に入り、そして絶命しているエヴァを見つける。エヴァさん、ショックだよ。敵対していたとはいえ、こちらには秀吉様も。これは
すごいですな。カノン、シャワーを止めてあげなさい。気の毒にも程があります。うん、はい。カノンはハンカチを握りながらバルブをひねりシャワーを止める。バスタブの中にはボディーソープの小瓶が蓋を開いたまま落ちていた。まさに入浴中襲われたのだろう。血の飛翔がまだわずかに白いバスタブに付着していて、白と赤の不気味なコントラストを見せていた。南條先生、わかったな。市販は出とらんな。死後硬直も始まっとらん。とはいえ争った形跡はないのかい。秀吉おじさんなんて滑覆がいいから簡単にはやられなさそうだけど。おそらく殺されてから1時間経ったかどうかというところだろう。しかしこのような絵の短い距離で頭蓋骨。そうやね、考えられん。結構な力は必要だぞ。脈拍や瞳孔の確認をし、南條二人が絶命していることを改めて確認する。カノンはその事務的な対応を見て思った。そんなことをしなくても一目で絶命しているのがわかるじゃないかと。なんで俺がなだめてんの。南條は刺さっている凶器を抜こうかと考えたが、なるべく現状を保持して警察に引き渡した方がいいと判断し、手をつけないことにした。しかし根元の部分をよく見ると歯がない。というより刃物状ではなく、むしろ円錐状。ナイフというよりは柄の短い槍のような、切ることではなく突くことを目的とした特殊な形状であることが伺えた。さっき言ったアイスピックね。人によっては短い槍ではなく太いアイスピックと例えるかもしれない。しかしいずれにせよ、このような不気味な衣装に施された凶器が本来どのようなおぞましい目的のために生み出され、そしていかにしてそれを全うしたかは、それ以上言葉で語る必要が全くないくらいにこうして歴然と示されている。夏日はバスルームに充満するおぞましい蒸気から一刻も早く逃れようとハンカチで口元を押さえながら部屋を飛び出す。彼らのむごい姿は一瞬見ただけでもう目に焼き付いてしまっている。これ以上見ていたら永遠にその姿が目から消えないに違いない。込み上げてくる追いつ感は今朝のあの園芸倉庫でのものと全く同じ。夏日は客室に背を向けたまましばらくの間追いつ感と戦わなくてはならなかった。この部屋を子供たちにジョージ君に見せるわけにはいきません。そうね。至急この部屋を閉じなさい。ええ、見せられませんとも。いや、そこはやっぱやってること大人やね。両親のこんな無謀姿をとてもジョージさんには。そうだと思った。だが廊下を猛烈に走り近づいてくる足音は、部屋に飛び込んでくる前からジョージのものであることが理解できた。ジョージは子供たちと一緒に客まで待っていた。だがゲンジが夏日を呼び出し、夏日が真っ青になって客間を飛び出していくのを見て虫の知らせを感じたのだった。そして客室に大勢が集まっているのを見て確信する。父さん、母さん、来ちゃった、みんな来ちゃったよ。魔法人かよ。エヴァおばさんたちは無事なんだよな。おい、カノン君、これは何の騒ぎなんだ。バトラ様、それは言えない。カノンが語らなくとも部屋に飛び込んだジョージの叫びで彼らは全てを理解するのだった。誰がこんなことを。殺してやる、殺してやる。夏日はジョージの肩に手を触れるが、それは乱暴に振り払われる。ジョージは、エヴァのベッドの傍りに崩れ落ち、
母の面影の前でベッドに顔を埋めながら号泣する。そして何度も何度も握り拳をベッドに続ける。調子兄さん、しっかり。バトラ、バトラ様。バトラは廊下の壁に背中をつき、はばかることなく右手で両目を覆いながらおえつを漏らしていた。ひでえぜ。心に決めた女を婚約した次の日に失った。同じ日に親父とお袋まで殺されるなんてよ。そんなのあんまりにも無謀じゃないか。どうなった。うわ、男としての理解がしてるね、バトラが。もちろん死んだ誰もが等しく気の毒だった。でもバトラにとって死なれ残った者の方がずっと気の毒だった。今この場にいる誰もが近しい人を失っている。ジョージだけが気の毒なわけじゃない。しかしジョージのそれは群を抜いた。いつか死ぬぜ。人間、誰だっていつかは死別の神様と戦わなきゃならねえ日が来るだろうよ。でもよ、そいつは兄貴にとってはずっと未来の話で、しかもそいつは一つずつ順番に訪れるべきもんじゃねえかよ。やろう。少しは人の情けってもんがねえのかよ。バトラ、泣かない泣かない。マリアが無機質な声でバトラを慰める。バトラ乱暴に自分の涙を拭った。見えてるだけだろうと思ってるだろうよ。だからひっくり返すぜ。明日までこの島から逃げられねえのは野郎も同じだ。しょんべんちびりそうになりながら逃げ隠れするのは俺たちじゃねえ、野郎の方だ。暴いてやるぜ。必ずな。主人公だな。明日までに、いや明日なんか待たねえ。今夜だ。今夜中にうん。とにかくこの部屋は警察が来るまでこのままにして施錠します。うん。でところで切っとこうかな。おっと、また死者が出ちゃいましたね。多分まあ今後も出続けるでしょうけど、はい。まあバトラーがこう向き合う決意をしたところで切りがいいんじゃないでしょうか。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまるでした。